ごい。これコスモスポーツですよね。1967年製、40年以上前の車だ。これって世界初のロータリーエンジン搭載車ですよね。いや、正確に言うと世界初のツーローターロータリーエンジンを搭載した量産車だ。世界初のロータリーはワンローターの NSU バンケルスパイダーだ。本当ですか？へえ、知らなかった。ロータリーエンジンを開発したあのドイツの NSU バンケルですね。詳しいな。しかしまさか君からこっちの会社に電話があるとは思わなかったよ。僕もびっくりしました。辻元チーフの言ってたおやつさんって黒岩さんのことだったんですね。掃除のおじさんだと思ってたんだろう。すいません。それにしても連絡先はどこで知った？拓也さんのつけていた FD のチューニングノートです。プレッシャーよし、風圧よし。
楽しいよマリコは。このままずっと一緒に走ってられたらどんなに楽しいんだろうな。タクヤ、あの時あなたが言った一緒にっていう言葉の意味、シュンの車のことなのか私のことなのか、あの時はよくわからなかった。だけど今なら確信を持って言える。間違いなく私と一緒にっていう意味だったと。拓也さん、すごいですよ。あなたが作った FD、 まだまだ完成とは言えないけど、きっとあなたが理想とした FD に一歩でも近づいてみせます。あなたの思い描いた魂の FD に。